去年瀬戸内海で見つかったクジラの骨格標本が今日から倉敷市の博物館で初めて展示されています。倉敷市立自然史博物館で展示が始まったのはニタリクジラの骨格標本です。全長 11.67 メートルで展示室の幅にギリギリ収まっています。クジラって水中生活に適応しているので、我々の前足の部分がこうオールのようなヒレになっているんですね。こうやって骨になってみるとちゃんと人間と同じように指の骨があるっていうのが分かると思います。脊椎動物哺乳類として、似たところがあるんだなと。このクジラは去年9月倉敷市の水島港の沖合で見つかったもので、岡山理科大学や国立科学博物館の研究者などが解剖調査し、静岡県の標本工房から骨格標本となって倉敷市にやってきました。クジラの骨格標本が展示されるのは1983年の開館以来初めてということです。大きくて、もう本当にすごいすごいしか言葉が思いつかない。実際に見てみると海にこんなのがいるのがすごい。地球上にはこんな大きな生き物がいて、骨の作りを見ると我々哺乳類とよく似たところもたくさんあって、同じ仲間なんだなというところに興味関心を寄せていただけたらと思います。他にも重さ28キロのクジラの心臓のほか、別のクジラの胃の中から見つかったプラスチックごみなどが展示されています。この特別企画展は今年12月3日まで行われます。